ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミンハイテがお送りしております、フーレンシレン5プラス実況プレイ動画でございます。原始に続く穴をプレイしております。今回もですね、24回からになりますね。進めていきましょう。よろしくお願いします。柳の杖鑑定しときゃよかったな。広いタイプのフロアだ、めんどくせえ。ここで人気握り変、うおーい、ちょっと待てよ、これ考えて動かないと高飛びだな。ちょっとこれ下に打たれる。でもう一回やると来てくれるか。さてあれですね、ハイライトっすね。さて一回HP いける限りまで回復したいが、まあ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 、いたなあ。フカッティか、火力あるくせにうまみがねえのがつれ。でスイザス像は1キワンキワンタンキルありがたいですね。はい、でなのでちょっとチェインヘッド対策で一歩前に出たところで戦闘をする感じにしておいて。危ね、ラッキーで、まあ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 120ぐらいありゃ、うわー、すげえ厳しい行列。待てよ、そこで外すのしんどいよ。27はダメ、27はダメ。いや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 、変なこと考えんな。背中のツボを使わない方法って考えようとしたけど、今までそれで何回事故ってきた。学ぼうぜ。でまあまあそりゃフカッティだよね。でギャドン、あー、鈍足ついばまれたか。鈍足がついばまれたので、よいしょ、まずい。まあ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 、結果オーライ。補定の札、補定の札を飛ばす。空振りか、これは美味しいね。空振りで、まあ、次は当たるんですけど、で寝ちゃったと。いいっすよ。で因数が1個増えたし、強化もされたと。決め手にかける状態が続いてたからね、ここでのちょっと決め手アップはありがたいっすね。で、ノーダメージキルができました。待てよ。はい。あ、消えるわ、あの杖。で、とりあえず倒して。あの労力で400って絶対おかしいよ。よいしょ。あー、罠があったのね、たまたま。怪しい壺。背中ってことでしょ。そうね、そうね、そうね、どうしようかな、どうしようかな。くねった壺じゃないんだもんね。はい、中ドーン。はい、もうね、今の怪しい壺の中身が魔物の壺って分かったので、さてちょっと待てよ、どうしようかな。また同じ階階層の感じしんどいよね。今暗殺者は呪う女の姉。なんかここで使っていいのかっていうの、あ、間違えた、間違えたのはあったんだけど、そうっすね、20で、はい。あれ、ウイローって一回見なかったっけ。
金食いの盾来たぞ。どうしましょうね、どうしましょうね。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。トドいらないか。柳、トド、2164円で買ってもらう商品の識別で、識別して金縛り、身代わり、これトンネルだったんだ。金食い虫、金縛り、身代わりだろ。いや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 、ここら辺はもうなんか安心セットみたいな感じだろ。幸せの腕は？でもターンがな、そこまでなんつうの過ごせるわけじゃねえからな。もっと過ごせてたらマジで購入検討だったけど、いやーしんどい。一発、とりあえずワンパン食らしといて。おいおい、いいよ。おい、よしで、おい、オーケー。祝福、その祝福どうしたらいい。罠消し、桑の杖、親父戦車じゃない可能性、なんだっけこれ。笑う、なんでタオいたんだ今。ちょっと待てよ、ちょっとここら辺大事にしたいな。もう罠消し読んどくかで、バックの杖で、もう暗殺者はしょうがない。ラッキー、経験値だけもらって逃げれたぜ。そっか、25階に確定店があったんだよね。そう、なんかね、10階とか25階とかの、あの一部5の倍数のフロアに確定ショップがあるらしくて、ドン。今俺すげえ避けたつもりなんだけど全然避けれてなかったよ。だからこのところには確定ショップがあるっていうのは、あの実はもう分かってたことなはずなんだよね。だから本当はそれをもうちょっとうまく使えれば、なんかもうちょっといい結果というか、いい流れが作れたかもしれなかったかなーってのは純粋な反省点だね。祝福ねー、祝福ねー、どうしたもんかな。はい、身代わりで、それ倒してよ。うんで、断罪者でしょ。はいはい、いけるよな、さすがに。1900しかくんねえの。なんかもうちょっとくれると思ってたわ。1900しかくんねえんだ。のろう城、はい、母になってバーになって、で、鈍足、あぶねー、こうしといて、こうしてこうしといて、待てよ、頼むよ、あぶねー、全然当たんねえから一瞬焦ったわ。そうね、幸せの杖のなんか対応やるなら今な気がするんだよな。バクの巻物、真空切りか。何が来る？吸い出す像はダメだもんね。ここら辺か。いや、お前は強えのよ。お前は普通に強いから嫌なのよね。お疲れさまでした。さあ26階。
まずは嘘。高飛びならまあ、ただ一発で野老女の姉が落ちなかったショックの方がでかいな。苦しめられるかもなーっていうのがただただわかるだけの状態だからな。さて、ちなみにね、これは攻略サイト情報なんだけど、攻略サイト的には33階からはもう直降り推奨なんだって。で27階、ちょっと状況が悪かったから降りただけっていうあまりよろしくない降り方なんだよな。保存の壺4、ここに来て保存。よし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 、アイテム欄が開いたから、その分、あ、ショップある。でけえショップだなおい。使い捨てはいいぞ。祝福だと思ったよ、だと思ったよ。あれだな、店としてはゴミみたいな店だな。増えんなよ。わお。でまあとりあえず来ていただいて、はい、まあこれでお腹的には安心という状態は作れたんだけど、お、あー待って、ちょっと待って、魔導の杖でヒーポフの大砲だけでよくして、ラッキーで爆弾ウニとお別れして、おーい増えんなよ。爆弾ウニとお別れができねえじゃん。ドーン、待ってくれよ。おい、もうワンパン。で、まだ鈍足ついてんのかお前。いや直降りするにはまだ早えんだよ、本当は絶対早えんだよ、絶対早えんだけど、絶対早えんだけど、どうしようかな。悩ましいよな。でとりあえずあっちに置いといて、本当はね、盾が合成できるだけでもいいの、金食いのやつが。それでね十分有益なのよっていう状態なんだけど、いまいちね。やりますか、やりますか、やりますか。ちょっと待ってね、何なんだろう、ヒノキの杖、電撃か。あーねえのか。電撃で、それはどうでもいい。三河志向に電撃を入れる。でこれで鉄の矢が増やせんのよ。あ、そうだ、当たんねえんだ。だからちょっとリスキーな場所での増殖だけど、鉄の矢がいっぱいあるは普通にうまいから。ただなんかの時のために2体はいらない。でなんなら祝福って言おうと思ったら祝福埋まったんだわ。あーでも脱ぐすり層あるからあれだな、男鑑定しねえよ。噛み合わないな。ヒーポフか。はい、であっと、だからこの後のこと考えると、できればだけど2セットぐらい持っといてっていうのができれば結構安心できるんじゃないかなと思ってる。はい、あー待って、よかった
まあ、縦ならワンチャンね、サビ置きあるからいいんだけど。で、よいしょ。さあ、もう1体に増えたけど、とりあえず1体は駆除。そうね。ちょっと待ってよ。コントローラーの電池切れた？コントローラーの電池切れた。しばしお待ちを。復帰です。復帰し、あ、来たね。で、この時点で柔らかな桃食っとくか。で、なおかつここには焼きおにぎり入れといて。で、まあまあ、微量ではあるけど回復アイテム代わりになってくれるし、焼きおにぎり分の分アイテム欄空いてるから、ちょっと快適にはなってるよねと。なのでこの後のために、そうね、できればだけど200本300本ぐらい集めときたいなと思ってるんだけど、あー、序盤は2体いてよかったかな。ターン数がちょっと怖い。爆弾にワンチャン、あー、危ねえ。みんなもろとも消す可能性があったからちょっと怖かったけど、ま、あ、杖か。杖か。どうしようかな。これ投げて、ちょっとマボガニーがまだ何か分かんないから何とも言えねえけど取っとく。で、どの道当たんねえからいいとして。でも左下が階段で確定だべ。それが確定してくれれば別に粘ってもいいかな。風なのかさ、デビルなのかのさ、察知方法が俺分かんなくてさ、それがめんどくさいんだよね。まあまあまあ、とりあえず打ってもらって50、やっぱりだけど、一回この後のこと考えると、いけるなら300欲しいな。一回200で、ダイヤモンドの腕はいらねえか。なんで置けないの？あ、弓あるから。ダイヤモンド置いて、ちょっと300まで増やそう。やっぱ今ギリギリまで悩んだけど OK、 300本。な、一回ここからは出ちゃおう。レベルも上げづらいし OK だね。 OK、 これで300本ある状態なので、これで遠距離から狙、あー、ダメーね。こうやって脳死したように鉄の、やべ、鉄の絵を投げるから良くない。さて問題は、そろそろ即折り推奨って言われてるラインに届くんだよな。それがちょっと引っかかるんだよな。でも30回はまだいいはずだから、ここのフロアはそそくさ抜けちゃ、あー、もう罠増えてるしな。そそくさ抜けちゃって、32階からの、まずい、おー、やべえ！ちょっと待って。そっか、これ祝福の中に入ってんだ。何発耐えられるかって話？
残った。あー、ビビったー、超ビビった。いや、お前マジダメすぎる。あいつの存在許しちゃダメだ、マジで。終わった。そうか、こういう広いフロアはこれがあったか。よくできてるゲームだ。面白いな、畜生。おかげで何十時間やっても飽きねえよ、畜生が。あれはなんとかできたのかな。なんかどの道だった気がするな、正直どの道だった気がするな。超悔しいな、あれマジか。あー、でもな、一発目で風魔鉄出てんだよな。じゃあ二発目で何が出るかっちゅう話なんだよね。で、まあ序盤で男鑑定は確定なんだけど、かまいたち生きてえ。これ全然運が来てないとかないよ。まあ、かまいたち自体は剣の威力ゴミなんで、もちろんながら媒体となる何かしらの剣は必要だから、もう一個はもうワンドローは必要だけど、でもかまいたちですよ。いやー、ちなみにトルネコのさ、なんだっけ、トルネコの大冒険かの2にさ、なんだっけ、妖剣かまいたちだから、なんたらかまいたちっていうかまいたちの上のやつがあってさ、8方向に攻撃するってやつがあったんだけどさ、もうね、あれは振るだけで気持ちよかった。くすんだ剣で、特に秘密通路もない。くすんだ金の剣は売れるだけだっけ。そっか、あー、錆びないんだ。だからこいつもまたあれなんだよね、元にはならないけど会ってくれたらいいな的なやつではあるから、まあもちろんながらどうにかして収集はつけたいって感じだよね。で、草はまあ後ほど階段付近でまとめて男鑑定でしょう。来た、これ気持ちいい。ザ・かまいたちがもう大活躍の瞬間ですよ。で、ちょっとスピードプレイで進んでますが、道具封印、薄紫がパワーアップ、黄色目薬草、紫が、強戦士。まあまあここの強戦士だったらいいでしょうって感じかな。で、白い草、萎縮症、鷹の巻物、くすんだ剣、識別でした。はい、背中のツボでした。1か0の、まあ何があるか分かんねえから、万が一ね、困った時の巻物引いちゃったとかってことがありえるから、これ自体はキープ。あー、でここで足踏みしてる場合じゃねえか。食料がまだ落ち着いてねえもんな。で、ホテイの札、幸せですね。で、また、萎縮症投げられてましたね。投げられましたね。勘弁していただきたい。で、フクロウが2個、混乱の巻物っすか。で、カモメの巻物、予防の巻物でした。で、ついでにここまで来たら、栗の杖、何も起こらない、何も起こらない、掘れない、罠消しか。うん、やべ、ちょっと疑うのは罠消しの杖なんだけど、よいしょと。で、さら、あ、幸せが増えた。幸せが増えることの恐怖な。で、本来で言うとここはギタンが拾えると美味しい可能性があるんですよね。ギタンがあった。栗の杖と交換で、こいつはもうそのまま倒すしかないからいいとして、で、ちょっと満腹度が90の状態でおちおちやってる場合ではないんだけど、せっかくの
メリットは受けたいので、んー、できれば部屋でアナグラマムルに会いたいんだけどな。部屋で会えないね。チンタラはダメなのよ。アナグラマムルじゃないと。アナグラマムルさすがに5回行ったら出なくなっちゃうだろう。200、あ、来た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 。で幸せ投げて、あー道具整理しちゃった。癖で霧の杖、何かわかんない。やったなやったな、これはやったな。敵が目の前に現れたら死ぬぞ。どうしよう。高飛び走、あ、死んだわ。あー何やってんの。イダテン怒り100 美しすぎんだろうがよ。いつもより短いけど今回はここまでというわけでございましてね、次回また1回の新規の状態からお送りしましょう。というわけでここまでの終わった私ヤガミンことヤガミハイテがご案内しました。というわけでここまでお付き合いありがとうございました。 See you next time, stay tuned, bye bye.